ユンケルさん。私です。天馬です。先生。来ちゃダメだ、先生。病院へ戻ろう、ユンケルさん。大丈夫だから。ダメだ、先生。来ちゃダメだ。こいつを見ちゃダメだ、先生。こいつ？仲間を殺したのはこいつだ。先生も殺される。誰だ。ダメだ、先生。来ちゃダメだ。お久しぶりですね、先生。僕ですよ。9年前、先生は僕の命を助けてくれたでしょう。9年前、もう忘れちゃったかな、あの時の双子のことなんて。ヨハン。ヨハン。そうだよ、あの双子だよ。覚えていてくれたんだね。逃げろ、先生もやられる。何をするつもりだ。ユンケルさんは私の患者だぞ。何って。処刑だよ。やめろ。先生、逃げるんだ。こいつに仲間殺されたんだ。俺たちこいつに雇われてたんだ。いつもこいつから電話がかかってきた。一仕事終わると高額の報酬が振り込まれて、仲間さんに電話負けして。まさか4組の中年夫婦殺しの依頼人は君なのか。俺が警察に目つけられたから、こいつ俺たちが邪魔になったんだ。ナイフ使いのフリッツも男のボリスも、もうこいつに殺されてんだ。フリッツが死ぬ間際に言ってたんだ。俺たちはモンスターに雇われたって。こいつは人を殺すことなんて何とも思っちゃいないんだ。逃げろ、先生殺されるぞ。逃げろ、先生。おしゃべりだな、ユンケルさん。よし、やめるんだ、ヨハン。ユンケルさんは君の正体を知らないようだが、私は知ってる。私は君の主治医だったんだ。君はヨハン・リーベルと双子の兄弟の兄だ。1986年、東ドイツから亡命してきた元東ドイツ貿易局顧問ミハエル・リーベル都市の息子だ。これだけの素性が分かっていたら逃げ延びることは不可能だぞ。これ以上罪を重ねるな、ヨハン。ヨハンか、そういう名前の時もあったっけ。でもそれは僕の本当の名前じゃない。どういうことだ。僕の過去を知っちゃいけないんだ。あの4組の夫婦もリーベルと夫妻も。でも先生は別だよ。先生は僕を助けてくれた。先生は僕の親みたいなものだもの。親？私が？だって先生がいなければ僕はここにいないんだから。やめろ！人を殺しちゃいけない！なぜ？なぜだと？人の命を何だと思っているんだ！私は君の命を助けることで医者の本部に立ち返ることができたんだぞ。君を助けることで人の命の重さは全て平等だって気づいたんだぞ。誰も人の命を奪う資格なんかない。私は何年間もそれを心に刻んで医者として生きてきたんだ。何がおかしい。先生、あの事件の後すぐに外科部長になったんだって。本当によかった、先生が外科部長に昇進して。
何が言いたいんだ。院長や外科部長やチーフが死んだから今の先生があるんだろう。本当によかった。まさか君が。だって先生が言ったんじゃない。先生が望んだんじゃない。僕の意識が戻った時先生は言ってたじゃない。あの人たちを殺したいほど憎んでたじゃない。僕は間違ってなんかいない。あんなやつ、あんなやつ死んだ方がマシだ、マシだ、マシだ。先生の望み通りにしてあげたんだよ。僕はあの時死んでいたはずだったんだ。先生が僕を生き返らせてくれたんだ。